84周の決勝レースはシグナルが変わるとともにレースがスタートになります。今変わりました。レーススタートになりました。さあ GT500 が一斉にアクセルを、そして1コーナーへとなだれ込んでいきます。スーパー GT の84周スタートが切られました。まずはカーナンバー19番のウェッツスポーツアードバン GR スープラ栗本裕二がインスタート。さあそして GT500 はなんと38番の立川が国本を3コーナーのところ、4コーナーですか、4コーナーの飛び込みで38番が前を奪っています。さあそして100号車も今19号車を捉えて SC の前で早くもトップがですね順位を落としている。さあそしてこのタイミングでまたちょっとぽつりぽつりと雨が落ちてきたんでしょうか。コース内では雨が確認されているという情報が入ってきました。コース内では雨が確認されているという情報です。確実に雨は強くなってきています。まだ残り周回数は70周。さあここでカーナンバー39が入りました。カーナンバー39がピットに入ります。水しぶきが上がるようになりました。 GT500 のトップ入ります。 GT500 のトップ、 GT300 のトップも入りました。そしてアステモはもうたまらずピットに入ります。カーナンバー17番のアステモはたまらずピットに入った。さあ GT500 の16号車の大岩、そのままスリックタイヤでステイアウト。大岩スリックタイヤでステイアウトしています。ランボルギーニがレインボーコーナーでどうやらストップしてしまいました。このタイミングで16号車とそして23号車が今どうやらウェットタイヤに変えます。これは好判断ですね、好判断です。さあそしてどうやら FCY が出されます。フルコースイエローが出されます。 FCY カウントダウンが始まっています。さあフルコースイエローが出ました。そのフルコースイエローが出される前に23号車と16号車はウエットタイヤに履くタイミングということでピットに入りましたので、これはロスタイムをかなり減らせます。カーナンバー38番の立川に23号車のロインクインタレリがもう並んでいくぞ、並んでいく。そして23号車のロニークインタレリが1コーナーで前に出ました。あー、そして今度は立川裕二が3号車の捉えられる千代勝正に4コーナーで刺されました。あー、なんとミシュランと Z のニスモチームがワンツーということになります。で今38番の立川裕二がピットに戻ってきました。石浦博明にドライバー交代。残り40周からまもなく39周、ロニークインタレリがピットです。ロニークインタレリがピット。あとは千代勝正がどのタイミングでピットに入りますかね。38号車の前途はここでタイヤ交換、スリックに履き替えます。優勝を狙うチームは早めにスリックに変える。そしてカーナンバー23番、モチュールオーテック Z の松田継夫がここでスリックに履き替えるためにピットに入ります。イレギュラーのピットになります。日産ニスモ。そして3号車の千代勝正はピットに入った。3号車の千代はこれで1回のルーティーンで済むことになりましたね。現在トップはカーナンバー3番です。クラフトスポーツモチュール Z が現在トップ。2番手にはカーナンバー23番のモチュールオーテック Z が現在第2位になります。そして、3番手にはカーナンバー16番がいます。レッドブルモチュール無限 NSX GT 笹原右京が現在はトップとは50秒差で現在は第3位を走っています。さあそして最終コーナー立ち上がってくる。なんと誰が予想したのか、11番手からの逆転勝利。カーナンバー3番クラフトスポーツモチュール Z 今シーズン2勝目。千代勝正、高星光則がタイトルへ向けて大きな前進を果たしました。2番手カーナンバー23番、モチュールオーテック Z、 そして日産ニスモとしては赤い Z がワンツーフィニッシュは都合では嬉しいでしょう。さあどうぞ大きな拍手をどうぞ。高星光則今シーズン2勝目。